世界で戦う選手を多く輩出するには、高校から B リーグに行く流れが必要だと思いますが、大学行かないでプロに行くことを勧めますか？選択肢としては一つありだと思います。もちろんその家庭の経済の状況だったり、まあ今はね、本当 B リーグでも個人にスポンサーついたりだとかで、非常に、まあ、バブル期じゃないけど、そんな感じにもなってるので、いい面もあるかもしれない。ただ、もっと大きな意味でのこう社会に出るって考えたときに、まあもちろん、バスケットのプロ選手になるっていうのも社会人のね、社会貢献の一つだけれども、自分の価値観だったり、もちろん教養も含めて広げるっていう意味では、僕はやっぱり大学に変わるものはないと思うので、基本的には大学進学して、その後どう社会に貢献するかっていう方向ではいくけれども、選択肢の一つとしては、高校からプロっていうのはありだし、逆に言えば高校から海外挑戦っていうのも当然ありだと思います。選手の海外挑戦について、どんなお考えをお持ちかお聞きしたいです。向こうからのオファーがしっかりあれば、行った方がいいと思う。ただ、自分で、ただ海外挑戦したいからっていうことで、中学生、高校生からポンと行くっていうのは、ちょっとどうかなとは、私も一応教育者なので思いますけど、向こうからのオファーがあれば、きちっと英語力っていうところをクリアしていれば、僕はチャレンジすべきだと思います。ただ、現地での衣食住、ここをきちっとできるのかっていう確認は、我々大人がきちんとしてあげた上で、頑張れる環境を確認すれば、あとはやっぱり海外で揉まれて、レベルの高いところでやるっていうことは、選手たちのより素晴らしい可能性、能力っていうのを引き出す一番の薬ですから、逆に何でもできる環境にいるっていうのが、一番いらない、ぬるい、ね、不必要なことだと僕は思うので、そこはやっぱりチャレンジ、そういった環境が揃っている、オファーがあるのであれば、挑戦するっていうのは僕はありだと思います。何歳からとかありますか？16から以上じゃないかな。海外に行ってもちろんバスケットで成功するっていうのも一つあるかもしれないですけれども、まあ中学生から行くことで、まあきちんと英語や、ね、いろんな言葉でのコミュニケーションができるっていうのは、おそらくその人物にとっての人生において、僕は絶対マイナスにならないことだと思うので、ある意味バスケットが厳しくても、きちっといい食事はできれば、間違いなく武器になる語学っていうのは、こっちの高校3年間だとかで学ぶこと以上のものっていうのは、僕は手に入れれると思うので、そういった意味では、日本の義務教育っていうのを外れれば、条件が揃えばいいかなと僕は思います。中学前だと僕も怖いんですよね。ドラッグとかもあるし、とそうにでしかくょ誘惑が多いんですよ。海外に行って初めてわかる。日本人の良さってやっぱりあって、でもやっぱ小学校卒業したてで行っちゃって、果たしてそれが分かったかというと、バスケット的には早い方がいいけど、やっぱり中学校とかそういうなんか自分の価値観がしっかりしてから行かないと、だから15でももしかしたら16でも早い子は子供によってはいるかもしれない。選手によってはもうちょそうっでとすし、ね。してじゃあ、から、思やっぱ春り、期ね、抜け切るぐらいの年齢的なね、精神的な、状況っていうのは絶対早かれ遅かれあるので、それが早く抜けてしまえば、それこそ東堂さんおっしゃったように、ある意味経験から来るアイデンティティじゃないけど、そういったのもの、ある程度確立されつつある段階であれば、海外の風邪をね、受けるのは全然いいと思うんですけども、そそうでれをすよね。もまだ乗り越えてない、フラフラな状態だと、ね、そうですよいい悪ね。いもわからない状態で誘惑が来ちゃうので、これはちそうょっですとよやっぱね。り怖いか確な、かに。と思います。まあ、親とかがいればね、全然違あ、うそんうでですけね。どね。もうそれは、そうなってきたらもう全然いいと思います。ね、はい。